場合は富士通グループなので、基本はグループ内の取引というのはあの EDI で自動連携されて飛んできますが、あのどうしてもあのメールであるとか、まあ、紙媒体であるとか PDF で飛んでくるみたいな注文が結構残っているんですね。で、年間にすると大体6万から7万件ぐらい当社の場合オーダー、まあ、注文の件数があるんですけれども、それを今までは全部手作業であの機関系のシステムに転入力していたというのが今までやっていました。ただあのどうしても9月であるとか3月についてはあのオーダーが固まってしまって、まあ、本当に大量に単純作業があります。で、まあ、残業規制がやはり当社もあるんですけど、その規制を大幅に超えてしまうような残業が発生するとか、まあ、これよくある話なんですけれども、あのこういう急いでる時に限って、人がやるのでミスが多発するというのは悪循環に陥ってしまっていたという状況があります。じゃあこの EDI のところはひとまず置いておいて、人が深くかかっていたところ、ちょっと見えづらいですね、下なんですが、この、まあ、メールとかで来るところっていうのを自動化してみましょうということで、当社ではあの RPA です。石山正と申します。あ、今日はちょっと無理を言いまして、サイバーシルクロードさんの中でどんな活動を普段されているのかというのを、まあ、見学したいと企業支援課の方に話をしましたら、今日こういう講座があるよと、あのお金の課長の急遽ですね、あの寄らせていただきました。ちょっと最後まで入れる時間ないんですが、入れる間皆さんのお話いろいろ真剣に聞きたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、出したかったんですが、様々いろいろ検討していく中で、ちょっと7月末までになってしまったということで、あの全計画が25年から29年度までということで、昨年度までの5カ年計画だったんですから、まあ、30年度から新たに5カ年ということで、本社の上位計画であります事業の2022の計画期間に合わせて、作ったような形になります。で、あのページめくっていただいて1ページ目のところにただとはいえ本当に魔法の杖じゃないので、そこまで至るまでにどれぐらいの手間にもかけるのかって話はやっぱり見えないことって絶対あるんですよね。だからあんまり安易に考えるのがいいのかなと思うんですけど、ただスモールスタートの